はい。FM 技能ワン。毎週木曜日の4時半は、障害に対する疑問や、福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆さんにお伝えする、アソシアのこれが福祉だ。メインパーソナリティを務める、アソシアの神谷です。今日はですね、アソシアソーシャルトレーニングから、戸口さんに来てもらっています。戸口さん、こんにちは。はい。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。えー、じゃあ、自己紹介お願いしていいですか はい就労支援事業所アソシアで生活支援をしています、戸口です、はい、みんな,なからユッキーと呼ばれていますので、ラジオでもユッキーと呼んでください <laughs> はいあのラジオでもって言っても、聞いてる方々はあの聞いてるだけなので。はい まあ僕しかユッキーって呼べないんですけどもこれからファンが増えるかなと思いますので <laughs> ぜひぜひ追加して見ながらでも <laughs> あはい、はい、分かりましたユッキーと呼んでください、はい、あの一気に僕今汗がワーって出てるんですけど <laughs> じゃあユッキーと思いますじゃあと一緒にですね30分番組を楽しんでいきたいなと思いいますはい、緊張していますが楽しみながらいろいろお話ができたらなと思っていますので。 今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、さてですね、はい、えー、前回はユッキーの事業所のまあうん、管理者、施設長の宮里さんに来てもらってですね、はい、まあ、障害者雇用とか、うん、まあ、就労移行支援というまあ、福祉についての話をしてもらったんですけども、えー、ちゃんとラジオ聞いてましたかはい、もちろんですよ。ちゃんと聞いてました。<laughs> しかも1回目ですからね。そうですよね。だけど亀さん、はい。 実は僕9月の出演っていうふうに聞いてたんですけれども、なぜか Facebook では今日になってたんですけれども、これどういうことですか？<laughs> あのこれはですね、あの僕のせいではなくて宮田さんが、<あっ S 2> まあ次はじゃあユッキーでっていうふうに言ったんで、<はい S 2> あじゃあ僕はあそれでいいんじゃないんですかと。宮田さんのせいですね。<laughs> あ,あそれでいいと思います。<laughs> はい。じゃあ,あのこの前宮田さんがですね、<はい S 2> アソシアの就労移行支援事業の話をしていたんですけども。はい あの、実際ラジオを聞いた方からアソシアにもなんか連絡があったということなんですけども、どんな内容だったんでしょうか？はい、そうなんですよ。はい、問い合わせがあってですね。はい、ま、アソシアではまどんな障害を持った方がまアソシアで訓練されているんですか？っていう質問があったんですよ。そうですね。あの、はい、ま障害といってもいろんなこう,うん、うん、障害疾患がありますからね。はい、そうなんですね。えっ、ー、とま今私が働いている就労移行支援事業所、はい、アソシアではですね。はい。えー 精神疾患や発達障害のある方がですすね8割を占めていますうん日々、事業所内で就職に向けて今、訓練をしておりますなるほど、<す>じゃあ,、はい、まあ大体、精神疾患、何らかの精神疾患やまあ発達障害という診断がついた方がもうまあおよそ8割そ割うですね、はいはい、この最近、いろんなところでこう発達障害というこう言葉を耳にするんですけども <laughs>、はい、実際、発達障害というのはどういう障害なんですかね。はい さんはい今日はですねその発達障害のついての話題を持ってきました題して,大して発達障害と診断されても怖くない、はい、だってあなたもそうかもよというタイトルですでそうかもよ <laughs>、はい、これはどっかで聞いたことがあるフレーズというかですね、はい、多分僕が以前喋った内容だと思うんですけども、はいはい、じゃああなたもそうかもよということは何も診断ついてる ついいてないとか関係なしにはい、はい、私もあなたもゆっきーも僕もそうかもしれないっていうことなんですかそうですね、はい、私も神谷さんももしかしたらそうかもよなんですね、はい、もう少し詳しく言うと、はい、神谷さんも、うん、にもそういった特性があるかもしれない僕にもあるかもしれない環境によっては発達障害っていう診断がつく可能性もありえるっていうことなんですねあはちょっと気になるのでもう,もうちょっと詳しく説明してもらっていいですかはははいではではあの 一つ例え話があるので、はい、ちょっとそこ、例え話してみたいと思います。はい、例えば神谷さんが。はい。アマゾンの。ジャングルに行ったとします。うん、まあ、行かないんですけど。はい。まあ、アマゾンのジャングルに、いや、行ったとします。そうですね。ちょっと顔も、ジャングルっぽいので。<laughs> まあ、関係ないんだけど。<laughs> はい。はい。<laughs> ジャングルに住む部族の人々と一緒に食事をすることになりました部族の人と一緒に食事をするはいその時食事の食べ方っていうの分かりますかアマゾンのジャングルでの食事の食べ方そうですそうですうですうん分かんないはいそうなんですじゃあまあ分からない僕たちも分からないですよね そうすると神谷さんは周りのこのジャングルの部族の人たちにどう思われると思いますか、うんうん、えいやなんか食い方間違ってるなんか礼儀正しくないとかなんか自分勝手とか、うん、そうですねそうですねこいつ空気読んでないんじゃないとかあ、空気読めないのは毎日ですけれども <laughs> って思われるかもしれないね <laughs> そう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 なんですよ、うん、周りの空気が全く読めないとか、はい、あとまあ僕たち 日本人はお箸を使う文化があるのでそれをジャングルでもお箸を使っていると、うん、まあ自分自身のこだわりに固執しているなとか思われたりああ向こうの人からするとそういうふうに見えちゃうよね確かに。で神谷さんはジャングルの部族に行けばもしかしたら自閉症とか、うんはい、アスペルガー症候群っていうふうに、まあ、診断されるかもしれないっていうことなんですよ。あ なるほど。ま今日のねさっき発達障害と診断されても怖くない。だってあなたもそうかもよっていうのは環境が変わればこうできていることもできないことになってしまうかもしれないっていうこと。うん、そうですね。はい。までも逆に考えると、ま環境が変われば困らないかもしれない。はい、その通りなんですよ。ま現在発達障害は脳の認知機能の偏りによって起こる障害。 とも言われてます<ー>、うん、これは決してまあ家族のしつけが悪かったからとかではなくてですね、うん、まあ脳の認知の機能の偏りって言われてるんですね、うん、じゃあこう発達障害というふうにま例えば診断がついたりしたとしても決してこう育て方とかそういうものではなくてそのまあ認知機能に少しこう偏りがあるんじゃないかっていうふうには言われてると、うん、そうなんですね、うん、まあ代表的なものに、はい、まあ自閉症スペクトラムとか、はい、ADHD っていうのがあるんですね なるほどね、はい、そのことはまた後半でいろいろお話しできたらなと思っておりますはいわかりました、えー、ではですね、えー、じゃあ後半、まあ、そういった自閉症スペクトラムや ADHD のことに関して少し紹介してもらいながら、はい、ユッキーが普段この福祉の現場でどんなふうに仕事をしているのかっていうのもちょっと聞いていきたいなと思います、はい、ではここで少し一、はい、曲紹介したいと思います。はい アソシアのこれが福祉だ。後半は、えー、自閉症スペクトラムや ADHD についてちょっとユッキーに少し、えー、もうちょっと詳しく説明してもらいたいなと思います。はい。はい。じゃあまずは。は 自閉症スペクトラムとは何なのかっていうのをですねちょっと話していけたらなと思いますはい自閉症スペクトラムの特徴としては大きく分けて3つあります1つがですねマナーやルールが理解できなかったりとか人との距離感がつかめないとか人とうまく交流ができないってった社会性の障害社会性の障害2つ目が話が噛み合わなかったりとかあと冗談が まあ通じなかったりとかうん、うん、あと言葉や表情などを使って意思疎通を図ることが難しいといったコミュニケーションの障害コミュこれがまあ俗にというか世に言われるこう空気が読めないっていうことなのかな、うん、そ,うそして3つ目が、はい、特定のものに強くこだわって、うんうん、臨機応変に対応することへの困難さがあるというような想像力の障害とも言われていますね 大きなな特徴と言われていますなるほどね自閉症スペクトラムっていうのは、はい、まあ社会性の障害、はい、コミュニケーションの障害、はい、え想像力の障害、はい、じゃあ,、まあさっきの,あのジャングルに行った時の例えっていうのが、うん、まあこうしたまあ自閉症スペクトラムっていうことなのかな、はい、そうですね じゃあさ、はい、っきもう一個言ってたの、ね、ADHD っていうのは何なのうん、うん、はい、ADHD は、うん、注意・欠如・多動性障害と言われています注意・欠如・多動性障害はい、はい、言い換えると、うん、注意が欠如していて、うん デージ活動的な障害っていうことですね。注意が欠如していて、デージ活動的な障害。デージ活動的な障害。合ってる発音これで。大丈夫ですよ。はい。っいうことは、まあ、まあ集中力が続かず、まあ注意散漫になって。はい。あの机とか椅子に座ってられないとか。映画館でもじっとしてられないとか。はい。で、まあ。 デイジ活動的だからまあもう行動がもう抑制できずにそうそうそうこうコントロールできないという状態かなはいその通りですうんまさに神谷さんのことですねはいそうだねはいあと自分の衝動にブレーキがはいかけきれないという特徴もありますわかるはいそういった特徴が日常生活の中で困難が生じるほど現れてくると ADHD と診断されますなるほどねこれ神谷さんよく 知ってるんじゃないですか。あのかなり打ち当たりしますね。打ち当たりしますよね。しますね。コントロールできないですね。僕ね。コントロールしてるところ見たことも。まあまあね、そのまあ、発達障害って言っても、要はこの。自閉症スペクトラムだったり、ADHD など、まあいろんな特徴があるんだよね。はい。そうなんですよ。今日お話ししたのは、あくまで一般的に言われている発達障害の特徴なんですよ。はい。 人によっては特徴がさまざまなため、うん、日々、関わっていく中で、うん、一人一人の特徴を理解していくっていうことが私の仕事にななってますねねるほど、ね、じゃあ、えー、ユッキきは普段まあ職場ではそういったこう就労支援に携わる中で、はい、まあ精神疾患や発達障害をお持ちの方がこういる中でうん、うん、いろんなその人の特性とか、うんえー、特徴っていうのをまあ把握しながら支援をしているっていうことなんですねはいその通りなんです。はい それだけではなくですね、アソシアでは実はカフェも併設しているんですよ。前に宮とも言ってたかなと思うんですけれども、そういったカフェでですね一緒に業務をしながら、何ができて、何を頑張っているのかとか、ですねどんな仕事に就きたいと思っているのかを確認したり、就職するためにどんな目標があって。 どんな訓練ををしていく必要があるのかを一緒に考えることとも仕事としてて行っていますまた一日一日の体調の確認とか、はいはい、眠ることができているのかなとかですねうん、うん、あとお薬は合っているのかなとか、うんうん、どんなストレスがどんなストレスを抱えているのかなっていうことを、うん、まあ話をしながらですね、うんうん、支援をしてい なるほどじゃあユッキー徳口さんは就労支援事業所の中で何らかの精神疾患や発達障害をお持ちの方が一般就労企業に就職していきたいっていうことに対してカフェの中で職業的な訓練もそうだけどそういった眠れてるとか眠れてないとか薬が合ってる合ってないとかこういうことをストレスに感じるっていうそういう相談もやっていくっていう。 それが、まあえー、ユッキーの、うんまあ、生活支援員という役割でもあるのかなとほ他にはどんなことをしてるの、はいるあとはです、ねまあ、友達とか仲間を作るために、うんまあ、どういうふうに声かけをしたらいいのかとか、うんはい、どういうふうにしたら嫌われないのかという,もうコミュニケーションの練習だったりとか、はい、あと報告、連絡、相談とか自分ができないことをお願いするといったような。まあうん 仕事に必要なコミュニケーションのプログラムを行っていたりうん、うん、あとはやっぱ私たちもそうなんですけれども、はい、生きていく中でストレスって感じるじゃないですか感じますね <laughs> そういったストレスの発散方法とか<ー>リフレッシュする方法っていうのを探すプログラムも一緒に行っています、はい、なるほどじゃあ,、まあ就労支援事業所まあ、アソシアは就職を目指しての訓練ではあるんだけども、はい、まあ就職の時に必要なコミュニケーションとかうん、うん、まあストレスの対応法とか、はい それだけじゃなく、こう今後職場で必要とされる対人関係とか、友人作りにも役立つようなそういうこうコミュニケーションのプログラムを行っていると。そうなんですね。なるほど。はいはい、あの勉強になりました。うん、あ本当ですか。ちゃんと仕事しているみたいで安心しました。ね、はい、はい。いつも遊んでるように見えているのでね、まあ楽しみながらみんなと関わりながら。はい。はい ようなサポートさせてもらっていますね。はい、なるほど、ありがとうございます。ではですね、えー、まあ、このあたりでもう一曲ま紹介でき曲を紹介できそうなので、えー、曲の紹介に行きたいと思います。 はい、えー、さて番組もそろそろ終了に近づいてきています今日は就労支援事業所アソシアの、まあ、徳地さんことユッキーを迎えてお送りしてきました、はい、えまあ発達障害のことやね就労移行支援事業所での役割などいろんな話をまあ聞いてきましたが、はい、まあ最後にまあユッキーがこの仕事で大切にしてることって何かあるかなはいい、まあ、先ほどから話している 中でですね利用者さんとの関わりの中で障害の特徴を理解することっていうのは大切って話はしてたんですけれども、うん、それだけでなくですね、うん、あの利用者さんの夢とか、うん、希望とか、うん、まあ思いとか、うん、できていることとかですね本人の強みに目を向けることっていうのは意識しながら大切にしながら支援はしておりますね。うんうん <laughs> そうですねこの最近の,このまあこう障害福祉だったりまあこう医療にしてもですねあの今まではどうしてもこの障害だったりできないこととか課題とかというところにこう目が行っていたんですけども、最近の傾向としてはそのできないところに目を向けるとか障害に目を向けるんじゃなくて本人の好きなことは何なのかとかじゃあできることは何なのかそこに目を向けていこうという風,にこう風潮もねこう福祉も変わってきてはいますよね。はいそうなんです、うんはい、あと何か 宣伝があるとか。あ、そうなんです。そうなんです。宣伝、宣伝してもいいですか。お願いします。え、来月のですね。七月十六日土曜日。七月十六日土曜日。はい。朝十時から。はい。カフェアソシアにて。就労にか、就労に関する講演会を企画しております。なるほど。これ障害をお持ちの方がこう一般就労する際。に。っていう、こういう企画があるんですね。はい。はい。 今後ですね詳しくはアソシアのフェイスブックだったり、うん、ホームページブログに随時アップしていきますので、うん、ぜひぜひ皆さん、えー、ご覧にください今内容を告知しないのあ内容はですね <laughs>、うん、今ですねちょうど出演者の方々と調整中なんですね、うんうん、なるほどなので来週再来週のまたこのラジオで告知ができるかなと思っていますので、うんね、楽しみにしていただきたいなと思っております 障害をお持ちの方がアソシアの就労移行とかを利用してどんなふうにこう就職していくのかとかまあそういうことに関する講演を企画をしているとえ来月の7月16日土曜日7月16日土曜日10時からカフェアソシアでまあそういう講演会をやっていくとじゃあ来週はまあそうしたちょっと紹介もできるのかなまた来週はそういった紹介もできますのでぜひぜひ。 また皆さん楽しみに聞いていただけたらなと思っておりますはい、えー、さて、アソシアのこれが福祉だではですね、はいまあ、障害福祉に関する相談も受け付けています、はいまあ、皆さんからの相談もお受けしてですね、はい、番組で回答していければなというふうにも考えています、はいまあ、ご自身のことでもご家族のことご友人のことでも構いません、うんまあ、相談したいことがあればですね、はいえー、FM fm まで、えー えー、F.M. 喜ノ山まで、えー、メッセージをお送りしてほしいなと思います。ファックスでもお受けしておりますので、ファックス番号零九八九四三ゼロゼロ九四です。はい、えー、じゃあもう終わりですね。はいはい、えー。じゃあまた来週はまたいろんな告知ができればなと思っています。はい、はい、えどうでした今日？今日緊張しました。うん、はいはい、はい、それではまた来週よろしくお願いします。はいまたです。